海と日本プロジェクト in 秋田県。おいしいを入り口にしまして、海と日本人をこのつなげることから、始めたいと思っております。そのために、今日は海のごちそうフェスティバルというものを開催をしております。皆さんおはようございます。推進リーダーの佐藤優美です。さて本日は10月15日16日に東京の二子玉川ライズで開催されました海のごちそうフェスティバルの模様をご紹介します。ごちそうフェスティバルなんですけれども、47都道府県の公演も得まして、会場では全国からのこのたくさんの海に関する商品というものが並んでおりますので、ぜひ商品を知り、海を知る時間として楽しんでほしいというふうに思っております。 69% が海は好きというふうに答えているんですけれども、逆に30% 近くの方が対して海は好きではないということがまた読み取れると思います。海は日本人の職員にとって大切な存在ですかと答え聞くと、それが 91% の方がそうだというふうに答えると。僕はね、和食をもう一度見直してほしいなというふうに思ってます。で、食ってなると海から遠いところで育った人でも魚は食べますもん ね。日常にこう溶け込んでいるその普遍的なもの、日常的なもの、そういうものが食であって、そういう入り口からこう海にアプローチしていけば、これだけ人の心に届く。第4回ベストエビ料理大賞。丸ごとエビフライを考えたアピールポイントを教えていただきましょう。エビの殻まで全部使うことです。ゴミ、自分の近くにあるゴミもそうですけど、川に投げたり、そういういろんな水道の中にですね、流すのもそうですけど、自分自身が気をつけることが大切なんですね。こう隅田川がこう川がこう運河が流れてきてるんですけど、川がやっぱり汚いんで、今度川が今度きれいになっていける。海と日本プロジェクトのテーマの中にはこう海を味わうというものがあります。海と食っていうのはこう切り離すことができませんから、その食を通じて海のことをさらに深く知ってもらおうということで今回企画をしております。これからも多くの方に秋田県の美味しい海の幸を味わっていただきたいですね。海と日本。